どうもフランプルです、この度メーデーのね、あの、はい、僕がいつもお世話になっている大先輩で、その台湾のスーパーバンドメーデーの、そのギタリストストーンさんが、主演します100日告別という、はい、映画がですね、2月から日本で公開されるということで、いや、おめでとうございます。これね、おめでたいね、すごい。見たい。まあ、ストーンさん、これまでも俳優やってたんですよね、うんうん、でいて、まあ、僕らもその普段ね、こうライブであったりとか、はい、いろんなところでこうお会いしてますけど、なんかもう佇まいがもう俳優っぽいというか、そう、普段からね、そういうオーラ出てますよね、うん、クールでかっこいい人ってイメージですよね。どっしりしてるというかさ、はいはいはい、もうその発言一つにしてもすごい落ち着いてるし、なんかその説得力があるよね。そうね、うん、素晴らしい方ですよ。だからこのすごい100日告別、すごい楽しみにしてます、はい、ぜひとも皆さん映画館に足を運んでください。以上、フランプルでした。